続いては私たちの SDGs ヘアドネーションを考えます。今回3人の小学生がヘアドネーションに挑戦しました。誰かのためにと行動したその思いに迫ります。長い髪の毛を寄付して小児がんなどの子どもたちにこのようなウィッグを送る取り組み、ヘアドネーションです。私もこの後カットするんですが、今回は3人の小学生が挑戦するんです。まず1人目は本田はるかです。2年生です。イエーイ。訪ねたのは山形市内の美容室。はるかさんは癖のある毛を目立たなくするために生まれてから7年間髪の毛を伸ばしてきました。頭から測ると64センチ。せっかく伸ばした髪の毛ならばと寄付することを決めました。ドキドキする。ドキドキするよね。生まれて初めてカットするんだもんね。さあいよいよカット。おー、すごい切れたね。ヘアドネーションで寄付できるのは31センチ以上の長さ、パーマや色を染めた髪でも寄付することができます。しかし一つのウィッグを作るのにはなんとおよそ50人分もの髪の毛が必要になります。多くの人の協力で病気や事故などで髪の毛をなくした子どもたちにウィッグを届けることができます。あ、この髪の毛が誰かのウィッグになるのってどうかな。嬉しい。板垣彩乃です。ヘアドネーション楽しみです。小学2年生の彩乃さんは85センチまで伸ばした髪を今回生まれて初めてカットします。いっぱいお手入れ頑張ったから捨てるのはもったいないし、誰かに使ってほしいからです。病気で髪がなくなった人に使ってほしいです。誰かのためにという思いだけでなく楽しみも。早く新しい自分を見てみたいからです。もうかっこいいね。実は両親は髪の毛を切ることに反対でした。カットしたいと言ってきたのは衝撃でした。すごく止めました最初は。娘の本当に体の一部なのでこれはもう切れない気持ちがすごく多くて。しかし彩乃さんの強い思いに両親も納得したそうです。母アスカさんがハサミを握ります。いい？切るよ。切りました。本当に大切に手入れしてたので誰か必要とされてる人の手元に行くのであれば嬉しいです。初めてのショートカットです。かわいい。かわいいね。軽い。大変身はできた？どう？できた。誰かのためになることをするのが初めてなので誇りに思ってほしいです。周りにも伝えてほしいです。高橋美鈴です。将来の夢はサッカー選手です。3人目はヘアドネーションのために髪の毛を伸ばした小学5年生の美鈴さん。週の半分以上サッカーの練習をしています。髪の毛が長いことでこんな困ったことが。番号が隠れるから審判から注意されることもあるし、髪の毛を引っ張られたりすることもあったから。4年間伸ばした髪の長さは80センチ。ヘアドネーションに挑戦する理由は、病気と戦っている強い人たちがいるから、その人たちに髪の毛を寄付して元気になってもらいたいなって思ったから。美鈴さんは軽度の難聴を患っています。母のぞみさんは
病気と戦う他の子どもたちへの気持ちが嬉しいと言います。いきます。すごいよ、ほら。はい、あ、かわいいよ、この状態でもめっちゃかわいいね。難聴っていう、ね、パッと見わからない病気を持ってる娘だけれども、そのヘアドネーションするっていうことで誰かの助けになったりとか勇気を与えるようなことができればすごくいいなと思う。自分でもカット。病気の人がそれを渡すだけでも少しでも元気になってくれるんだったら切ってよかったな。今日思いついて髪の毛も勝手に伸びるわけじゃないので、すごく自慢の娘です。髪の毛を失って困っている誰かのために、たくさんの人の協力が誰かの笑顔につながります。誰かのために行動に移す、簡単なことじゃないですね、はい、素晴らしいですね。そうですね、頼もしいですよね、うん、そして吉川さんは2回目のヘアドネーション、はい、そうなんです、うん、今回は1年半伸ばした髪の毛をカットしました。髪の毛をなくした子どもたちの笑顔につながれば嬉しいです。そしてどんな髪の毛でも寄付できるのがヘアドネーションです。ヘアドネーションではなくても誰かのために何ができるのか、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。ここまで私たちの SDGs でした。